まあ、毎度あれなんですが、初めての方もおられるでしょうから、例によって今日の話の前の続きを申し上げますと、大体このテキストの159ページの上の段の左から5行目ですね。説法神格大師ある時主に示すには、この字を得せんと要せば我が社に一面の故郷のごとくに愛に至り、古来古言寛大寛言、時に芸者入れてとたちまち名将来に合わん時いかん、死いわく古間ともに隠る、芸者いわく暴行はすなわち叱らず、法いわく何時そもさん、芸者いわく公御所を問え、法いわくたちまち名将来に合わん時いかん、芸者いわく百雑炊、この問答をね、この問答の、この前回はですね、この字を得せんと要せば我が社に一面の故郷のごとくに愛に至り、こう来たればこう源氏、勘来たれば勘源氏っていう、その話がこの前の話です。それから今日の話は、その時に芸者入れてと、たちまち名将来に会わんときいかん、それが今日の話なんです。ところがね、この今日の話のためには、前回の故郷の話ねはやっぱり一応飲み込んどいてもらわないと、この前の故郷に対しての今日の名将の話だからね。この間もね、いつもこの会に来られてるね、筒井さんという方から手紙が来たんですね。そして、いつも伺ってお話を伺ってありがとうございます。しかし、その話を聞いてる時だけはよく分かったつもりで、家に帰ると忘れて、それでまた話聞いてる時は分かったつもり、そしてまた家に帰ると忘れてって、それを繰り返してますって手紙いただいたね。それが結構、それが大切なんです。染め物でもね、同じね、色をですね、染めて、そしてそれを洗って、そしてまた同じ色を染めて、それで洗ってですね、それを何段階となくね、繰り返す染め物があるんだ。そうするとね、出来上がった時に本当に何とも言われぬね、深い色で、いい染め物が出来上がるっていうけれど、仏法もね、そういうもんなんですね。いや、その点私なんかは沢木老師の話、25年間染められちゃう忘れ、染められちゃう忘れ。で、今にして考えてみると、沢木老師、よく25年も同じ色に染めてくれたってね、ありがたいと思うんですね。それで、まあこれ、同じ話聞かされるっていうことは、なかなかね、容易じゃない。大変だ。しかしながら、喋る方も大変だっていうことをね、こう喋ってみては初めてわかるね。沢木老師が、ある時、東堂さんと私の人と二人きり、その時にね、俺はしょっちゅういろんなところ回って喋ってるけれど、一番骨を折って喋るとこどこだと思うって、ね、東堂さんと私に言った。だから、もうそれちょっと分かんなかったもんね。そしたら、この安泰寺だぞって。それはお前たちはもうしょっちゅう聞いてる。だから、ああまたあの話かと思うだけだ。それをまたあの話かと思わせないようにと思って喋るっていうのはどれほど苦心してるか分かんないんです。その他の、ね、ところ一回公演っていうのね、これはまあ2番線時3番線時でも通れるわけ。だけどこの
反対に来て喋るときはもう本当に精一杯で喋ってんだぞって言われて、ね、あ、そうですかって、あの歩道さんも私もね恐縮してあの愛したことあったけれど、あのまあそんなもんなんだ、あの私だって安泰寺時代はあの安泰寺の日曜三千回知ったってね、この日曜三千回で外から来る人は付録で、それでうちの弟子たちだけにと思って、それで一生懸命喋った。で今は、まあ、あの安泰寺まで離れて、まあ、この総選寺だけで絞ってるからでもうあと他も、うん、ついでに公園、あらゆる公園全部断ってさ、この、 あの総選だけに絞って、そしていかにあの何て言うかね、口じゃ言えないところそれをその絞り出すかっていう、そこでやってんだからね、まあ聞く方も大変だろうけれど、まあ喋る方も大変、お互いそのこれが修行と思う。いや、昨日も、宇治川でね、あれ散歩してたら、あれ、待ち合わせてたんだな、流大の先生だって、それで言うけど、私と一緒に散歩してくれって言うから、一緒に散歩して歩いてた。その時に言ってたけど、まあ、禅宗の方は残念という行がある。しかし、真宗の方は、もうそういう特別のあれがない。ただ、文法だけが修行っていうね、言ってたけど、確かに、ね、まあ、文法っていうことも修行ですよね。まあ、そういうつもりで、まあ、進歩して聞いてください。それで、まあ、同じことを繰り返すから。それでそのここに出てくる故郷は、あの前回にも言ったように古道具屋や骨董屋にある古鏡じゃない。でこれはどうしてもどこまでも仏法の話で、仏法の話として故郷古いっていうと、この中途半端な古さじゃない、この桁外れの古さ、どういうふうに桁が外れ桁外れの古さかっていうと、一切のものが二つに分かれる以前の古さ、だから古いと新しいと、あるとないと、生きてると死んでると、それから主観と客観と、あるいはあの我と世界と、真と妄と、名と語と、あるいは幸福と不幸と、から好きと嫌いと、金持ちと貧乏とってね、あらゆるこうみんな二つになるでしょ。その二つに分かれる以前の、それはそれを禅門では不問未生以前本来の面目、あるいは空合以前、これこの次には略合っていう言葉で、でそういうあらゆる時間以前の古さ、そうするとね、そういう時間以前というのはどういうものかっていうんで、もう修行した挙句にそういう神秘的境界境地に達しなきゃいけないかと、こうまた思うわけだね。ところがそうじゃない、そういう特別な悟りの境界じゃなくして、もう事実今我々がそれでもって生きして、この生きている生命の実物なんだ。俺がね、生命の実物っていうやつは二つに分かれる以前だもん。これこうやって、あれですね、生きるってなんだ、結局今の息を今することなんだ、それ以外だ。そうすると今の息を今するね、この息をさせてる力っていうのは何かって、これ生と死と分かれる以前の実物がこれ息させてんの。このそれがね、このその今言う本
当に古い。それところがね、今我々普通はその生きてる実物を見失ってさ、そしてすべてこうもう二つに分かれ、あるいはたくさんに分かれた後のね、ものを本当にあるものかと、そういうのを実在だと思って生きてるでしょ。だからこれは古くない。金持ち、貧乏ってね、偉い、偉くない、頭がいい、頭が悪い、あるいは、べっぴんとへちゃってね、みんなこう、いかにも二つに分かれたものがあるように思って、これはもう古くない。で、ところがね、本当の実物っていうのはそういうもんじゃない。そんな概念的なもんじゃないわ。こんなに、べっぴんとへちゃってこう決まったようなもんじゃないわ。例えば、火って言ってね、火は熱いって。火は熱いって、ね、もう決め込んでるけど、いかにね、ヒヒヒって言ってもね、笑ってんじゃないかって、そうじゃないんだ。ヒヒヒって言っても、舌は火傷しない。それから、火のこと考えたからって頭燃え出さないでしょ。これ実在じゃないんだ、本当は。そういう概念的なもの。それで本当に火傷する火ってやつはね、これ熱い熱くない、別れる以前とこでもって事実やけどすんだから。熱って言った時はもう別れた後なんだ。で、実物っていうものはそういうもんだ。で、そういう実物を今、古っていうね、故郷の古だ、古いんだ。それから、故郷の鏡っていうのね、これは、そういう生命の実物を鏡として見るということだね。で、普通我々はその鏡って言えばお化粧するため化けるために鏡を見てる。いかにこのへちゃをべっぴんに見せようかって、それでもって一生懸命化けるために見る。ところが今故郷という場合はそうじゃない。本当にその生命の実物をボケないために生命の実物を見る。ボケないってことね。それが故郷の使い方。しかだけどね、そういう故郷は結局生命の実物なんだから、二つに分かれる以前ってね、何にも映さないんじゃなくて事実映すんだ、いろんなことね。それがこう来たればこう現実、間来たれば間現ずるってこういうこと。それで今が来たれば今現ずるんだし、のこう来たればこう現ずるんだし、天が来れば天を現ずるんだし、人が来れば人を現ずる。そういうふうに全て生命の実物だから映るままで、まあ前回はそういう話、故郷の話をした。ところが今日のところは、現車入れてとたちまち明鏡来に会わぬとき、そういう故郷のところに明鏡が現れてきたらどうか、こういうのね。いや、子が来たら子が現れたら子を現ずる、官が現れたら官を現ずる、じゃあ明鏡が現れたらただ明鏡を現ずるだけか、そうじゃないんだね。それで全く子官ともに隠るっていう。それでその故郷のところに明鏡を持ち出した時にはまたガラッと話変わる。そういう明鏡っていうのは一体どういうもの。この明鏡の明記もね、これがまた問題だ。普通はね、明記っていうと明暗、明と暗と相対する。ところが
毎度言うように仏教の仏法としての話ではそういう、兼ね合い対待の話じゃない。となるとそういう命はどういう命か、これはね、結局の話はね、命は命なりに明らか、案は案なりに明らかというそういうことだ。それをね、それじゃあそういうような命っていうのは具体的に言ってどういうことか、そこまで考えなきゃダメだね。いや、今正法現像に対する対してね、この注釈本も出てりゃ、あの検証本も出てりゃ、現代語訳もたくさん出てる。それまあ私みんな見てるわけじゃないけれど、ちょっと覗いたところで、例えばそういう正法現像の話でこの場合でもね、故郷の子っていうのはどういう意味か、それから故郷っていうものは具体的に言って自分にとってどんなものか、あるいは名教の名とはどんなことか、で名教っていうのを自分にとって当てはめていったらどう、何を名教というかって、そこまで突っ込んだ話言ってるの見たことないね。それじゃあわからない。ただ名故郷名教っていう概念だけで、それで、うん、体裁よくその字の解釈してるっていうだけの話が今の話だと思う。ところが私はそれじゃあ読まない方がいいと。正法現像、正法現像ね、読むのに自分が当てはめないで、ただあの、これにこう書いてあるって言ったら、これつまらないおとぎ話だね。あのおとぎ話としてもつまらないもん。これ本当に自己に当てはめて、故郷とは自分にとって何か、影響とは自分にとって何か、そこまで突っ込んでね、考えてみなきゃ。それでまあ私はそういう男なの。とにかく自分にとってそれは何か考えて、それとですね、結局故郷っていうのはね、さこの前もちょっと言ったけれど、私が生まれる以前に降ろされたっていう、そういう地盤が故郷だってこの前も言った。それはあの全て、うん、もう生まれる以前に降ろされちゃったんだからね、文句も言えない。なぜ俺を降ろしやがったって文句も言えない。 そういう絶対文句なしっていうような、その地盤が故郷だ。でもっと具体的に今そういうこれもなんかあのそういうふうに想像してみる、遠藤院っていうね気持ちもするとした、これはまず座禅することだ。座禅して頭手放しっていうね、その時に一切のものがスッと落っこっちゃう、これは心神脱落だ。その一切手放しのところに心理脱落する座禅から見直してくる、これが故郷です。それをね、だからあのまあ今我々いつもいろんなことを日常生活に出会ってるわけだ。で面白くないって言ったらストレスがたまったって言って、それでもってあの心身症とかノイローゼとかって、またこの頃流行りの病気にやってさ得になってっけど、だけどこれね、あのもうどうせ我々こうこの世に生きてる限りこうね思ったようにいくはずがないんだから、この世の中俺の思惑のためにできてんじゃないんだからね、それを思ったようにいかないからってストレス溜まったっていうの、これ贅沢すぎると思うね。そうじゃない、それよりももっと一切別れる以前っていうね、この頭手放しで、そして全て
手放してみりゃふっと消えるっていうね、そこから見直してこなきゃ。それが故郷。そうするとね、それに対して名教っていうのはどういうか、今言った名は名なりに明らか、案は案なりに明らかっていうね、そういうようなのどういうことか。これ具体的にやね、やっぱりこれ座禅、これ結局私故郷名教したって我々の座禅の話してるんですよ。座禅してそれで結局は一切は、私の言う一切は頭の分岐物ってね、私の思いが全て頭の分岐物って、そこははっきりしたところ、これが名教だ。例えば、まあ、我々座禅してるとね、ともすると、まあ、いろんな考えを追うじゃない。しかし、そのまた座禅に戻ってみれば、ふっと消えて、前は壁だけって言うね、あの私、毎度言うけど、このふっと消えて、前は壁だけっていうの、これをね、が座禅の素晴らしいところ。これをだから それになれなきゃ、でそれを慣れてって、そうしてみると初めて全て自分の思いは一切は頭の分泌物だって分かるもの。この我々ね、あのこう肉体持ってて頭持ってるでしょ、こういう頭持ってる、頭っていう生理器官があるために、頭から思いを分泌してくるんだ。胃袋から胃液を分泌し、その、唾液腺から唾液を分泌し、それから、副腎から副腎ホルモンを分泌し、というようにその分泌してくるわけですね。ところが今我々頭っていうのはそういう分泌物なんだよ、みんなそれ分泌物だと思ってるかどうか、そうじゃそれどころじゃない。自分の頭に考えついたことね、それをその一大事と思う。しかも思いついたことはこれ絶対的間違いない、あの存在実在だと思って、それでもってあの行動を起こしてみた。例えばあれだね、これ自分 あの息子があの誰か女の人と好きになったってね、ところがそれでもってその話を聞いてショックだった。その娘さんの身元を調査してみたら、その自分のうちと家の格が違うってそれでもってそんなのは絶対にもらえないって言って、それでこんなのね、全く思いついたことじゃしかないんだ。ところがその思いついたことをいかにも、例えばうちの格っていうものがあるかのこと、絶対実在のように、何としてもでもこの結婚は反対しなくちゃならないって言って、あのやきもきして大騒ぎしてるっていうような人、世の中にたくさんいるじゃない。それからあれですね、そのいや昨日も兄さんにするとそのイスラエルですね、イスラエルとアラビア人とユダヤ人とアラビア人っていうの4000年前のね、この争いの思い出話をして、それでもってあのエルサレムを取り合ってんだからね、これほにゃって生まれてから今の話を思い出してんじゃないんだ、歴史にそう書いてあるって、この本を読んで、そしてその思い出話を4000年前の
思い出話を思い出して、そして嘆きの壁っていうのはあれで、どっちのアラビア人のものかイスラエル、あのユダヤ人のものかって、それ取り合ってんだからね。でこれはもう神様って、そうなってくると神様も分泌物でしかないわ結局は。要するにあのユダヤ人の頭から分泌されてきた神様と、アラビア人から分泌されてきたあの神様と、それが食い違ってるだけだ。これをね、だからそういう分泌物のそういうでもって、この世の中みんな大騒ぎして戦争、大戦争まで起こしてる。今の、まあ、あのナチの場合でもそうだったし、でこれそれを根本的にあの本当にそういう戦争をやめるためにはどうしたらいいかってね、一切は頭の分泌物っていうとこからスカッとこう見なきゃダメだ。そうするとあの何これは4000年前の思い出話かって、そういうとこからこう見てくれね、これは分泌物だ。それでそういうのがあれですね、あの思いを手放してみれば、前は壁だけ。ユダヤ人だって本当にユダヤ人があんなユダヤ人をして断念してたけど、ユダヤ人っていうのはね、堕落したユダヤ人と堕落しないユダヤ人とにはよっぽど違うんだ。堕落したユダヤ人はね、もうユダヤ教からこの堕落してるんだからね、非常に付き合いやすい。あれの堕落しないユダヤ人っていうのはもうユダヤ教だけに固まってるんだからね。それで座禅してても、これユダヤ教の神様ガーッと握ってんだ、あれどうにもならなかったね。でも手放したらこれも神様落っこちるんだ。神様を落っこちとして見なきゃダメだ。それからいわゆるあらゆるイズムね、イズムも落っことして手放しにして、大切なのはそういう手放しにしたっていうところで神様も見る、それからイズムも見る、そこが大切だ。それが明鏡だ。ところがそういうふうにどんな思いも頭の分泌物っていうね、ところで決まったとこからこう使って見てみると、そうするとどんなのもみんな分泌物だからね。そうしてみると、何あらゆる分別の層がまた消えちゃうもん。それで一切分別以前というところが出てくるね。そうしてみると故郷と名郷とってね、何別のもの言っていいんだ。この我々のする座禅の、この両面言ってるわけだね、裏表を。だからこの故郷っていうのは頭手放しにしたところ、要するに一切二つに分かれる以前のところ、そこに観来たれば観現に、こう来たればこう現ずるという、そういうこの全て映してるという文がある。だからこの今読んだところにもあるように、故郷にも名郷の、あれがある。それからまた明鏡はというか、一切をそのまま明らかに見てるんだけれど、それで一切は頭の分泌物ってね、ベッドを見てる。それだからまた一切分別以前というところがある。それで今あの読んだところでも、故郷はこれ故郷なり、明鏡はこれ明鏡なり、故郷あり、影響ある証券、すなわち説法と原社と同種せる。これを仏道の焦燥とすべしてあるね。これ結局、焦と燥の話です。つまり、故郷は焦の面か、影響は燥の面か、たった性一つの生命の実物、座禅のもとに。
ですね。俺はね、この間も夜中でふっと目が覚めた。まあ、そしたらね、それで時計見たら1時ぐらいでね、それでまた正面行ってきて寝ようかなと思っている時にね、突如としてね、それこそね、百獣の王ライオンのような声でね、うわーってそういうのがものすごい声が聞こえるのね。それでこれで一体何かって、まあ一瞬ギョッとするじゃん。だけれどね、同時にまたあはまた例のかっていうとこもあるんだけど、これはね、今私の住んでるの家はね、農家っていうのあれで600-700坪あるんじゃないですか。そこのね、東北の隅っこに今私の住まいがあるんですね。それでだから、南と西はこう広くある。それから北側はまたお隣の茶畑、ここもだから風通しがいい。東側だけはね、たくさん家が並んでる。ところがその並んでるお隣のうちの一軒にね、一人の坊ちゃんがいる。その坊ちゃんね、気の毒にそのもう年は20歳過ぎぐらいじゃないかな、少なくとも体格としては堂々とある体格で、それでもうどっちかっていうと肥満だ。だけれど気の毒に小さい時に脳膜炎やったんだろう。それでそれから以後もう、脳が発達していないというところがあってですね、それで それだからちょっと変わってるとか、もう時々ね、あの体格のどこをこうボタンを押したらね、あの声が出てくるかと思うようにキーキーってるような、キーキーっていうね、なんかちょうどこんな私いい声じゃねえんだ本当にネズミかね、森の小動物が鳴くような、もう本当にどこをしたらああいう声が出てくるかと思うような声で、チッチッというような声が奇声を発するね。そうかと思うと、時々その泣いたり怒ったりという時に、今度はそうじゃない、またボタンを押すとこが違うんだろう。今度は百獣の王ライオンみたいなもんで、ね、わーっていうね、声をすごい声出す。これだけどね、そんな真夜中にそういう声でもってわーっちって言ってんだからね、一体何を起こり出したのかなと思ってたんだ。それでまあ正面に行きがてら便所まで行くと、もうすぐお隣の声が聞こえるんですね、ことに夜になると。そしたらね、怒ってんじゃなくて泣いてるんだ。怖いよ、うわーうわーって言ってるんですね。それがね、ものすごい声で怖いよ怖いよ言ってる。そうするとね、お母さんはね、そばからなんだろうね、怖いのか怖いのか、なんともないなんともないで、およしよしって言って発生で分かったね。まあなんか怖い夢みたいなね、怖い夢見て、それで子供でもあれ夜泣きするじゃない、怖い夢見てね、あれも拡大して見せただけだなそれでね、でもかわいそうだなと思ってね、夢は
それは夢なんて何でもないんだってね、知らせたいんだけれど、この幼い魂はだ、この夢と現実と区別がつかないで、それこそこれからどこへ連れてかれちゃうんだろう、それからどういう目に遭うんだろう、これ身も世もないほどに怯えてね、怖いよ怖いよってね言ってるわけです。でだからね、またまあ私寝の頃帰ってきてしばらく寝られなかったな、もうかわいそうだなっていう。ところが考えてみたら、何これね、あの子だけじゃない、しゃばる人ね、みんなそうなんだと思う、みんな夜泣きしてんだちょっと夢とうつつとね、その区別がつかない、それでの自分の頭、これ頭ってやつ妙なもんでね、あの有識にも書いてあるけど、真識内識転じて二分に似るうちの意識がこう転がって回転してね、それで二分に似るって、こっち側と見る自分と見られる世界とってこう展開しちゃうんですね。で結局ね、思いが、我々の思い、この分泌物ですね、分泌物の思いがこう展開して、その、対象世界を作り出す、そしてその対象世界を見て喜んだり悲しんだり苦しんだりということですね。だからそこでもって苦しい世の中、悲しい世の中、あるいは恐ろしい世の中ね、呪いの世の中、呪い合う世の中展開してくる。で結局の話、そこまで考えたね、まあ、その隣のこっちは随分長くね、それが怯えてた。だけどそれを考えてね、結局は世の中の人みんな かわいそうなんだって、まあ私そこは結論したね。それでね、だからこそだ、その今私一生懸命この故郷名教の話を一生懸命してるわけの、この故郷名教の話もただだからの概念で通り過ぎていいわけじゃないんだ、自分に当てはめる、故郷に照らし名教に照らす、これは何でどういうことなのか、そこから見てもらう。それでね、故郷に移してみればこう来たれば高原理、寒来たれば寒原理、どんなことが現れてきても早い話が、これ生まれる以前に下ろされたっていう地盤から見てみました。手放しすればパッとそれなくなるところで見てる。それから明鏡に移してみれば、どんな恐ろしい、どこへ連れてかれるんだろうね、どんな目に遭うんだろうっていうことも、この何思いは頭の分泌物っていう、そこの明鏡で照らしてみると、これも何ともない。でそういう故郷明鏡の本当の使い方で、そういうのをこの今証拠現像に読むことによって、そこを学ばなくちゃ。それからね、その明鏡について今一切頭の分泌物って言ったけど、もう一つ突っ込んで言うと、ところがその頭の分泌物が今私が見てる自分の世界を作ってんだから、結局の話、この我々どうせ思うっていうね、いわゆるただ思うって考え事だけじゃないですよ、思いってもう一つの意識、一般だ、我々の意識がね、生きてる意識を通してこのあらゆる世界もあるんだ。そうなってくると、何これ、私が生きてるってことは一切ぐるみで生きてんだ、
私の出会うところは私の生命だ。そしてその何から何まで一切世界は私の命の分身だ。そういうところがある。そうなってくるとその世界を大事にするっていうね、一生懸命大事にして、この誠真心を尽くしてその自分の世界に出会うっていう、そういうことも勉強を通して学ばなきゃ。それでだから生死は仏の御い命なりってね、あの生死の巻に道元禅師に言われてる。結局こう生きたり死んだりって、それするこの生きてるこのシャバ世界全部が私の仏の御い命だ。それから死んでいくのも仏の御い命だ。それそうじゃなくて、今普通の人は生きてることだけはいい、それで死ぬな、これも絶対にダメなことね、もう決めてかかってるから、これはあのこれやっぱり世なきと同じだ。死ぬ、生きてる間ニコニコいいご機嫌で生きていながらね、死ぬ時になるとして発動して、もう死ぬことはかなわないって言ってね、嘆き苦しむ。これは世なきと同じだもん。でこの、ね、大切なのはね、どっちどう転んでも自己の多い命っていうね、これ一つが一番大切なんで、これがあのこの前の法華天目家の巻で十方仏道中って出てきた。これも仏法の話はあの本当にね、たった一つのこと言ってんのね。これ道元禅師も辛かったろうと思うよ。これ同じこと同じ染め物で一生懸命これ染めなくちゃならないっていうんでね、それで正法眼蔵95巻も書いて、同じことを書いてる。それでね、同じことを書いてるわけで、このところはこのどっちどう転んでも自己の多い命っていうところに第一番にね、結局どこもこれどこへどういう意味があるんだろう、どういうところへ連れていかないんだろうっていうね、ところがある。どっちあれしても自己の本命なんだから、これはそれが大安に影響がある。そしてそのしかしながら どっちへどう転んでも自己、これ自己犬の自己ね、なると、そうするとこれの自分はどう生きねばならないかっていうね、その方向がどうせあるべきか、そのただあの自分の欲だけでいいってことじゃないの、エゴイズムで生きていいってもんじゃない。どっちどう転んでも自己の、それが命なんだ。あらゆるもの、自己ならざるものはないんだ。そういう方向があるべきだ。そしてそこにあのあれですね、今度はそれをだからみんなあの三界は皆我が無だ。その中の修行をもともと我が子って言うから、本当我が子を大事にすることがある。ここにね、だからどっちへどう転んでも自己切りの自己って、その一つだけよくねあれしたら安心方向一大事っていうのがね伴ってくる。これをあの天道教訓ではこれを安心は大心という大きな心です。それから方向ってのね、方向っていってもどこ行く方向なんだ、決してどこにも行きやしない、ただ自己に深まっていくって方向なんだ。自己切りの自己だから自己に深まる以外ない。その深まる方向はって言ったら、修行の変性願道、
本能無尽誓願談本門無量誓願学仏道無量誓願所という方法です。これは古本に法文があることによってこれ一つの基地になる、本当の生きがいもそこにある。そして大事して一生懸命我が子を大事にする、そこに老心がある。これね、心、老心、大心っていうの、これを三心って、天蔵教訓には出てきましたね。これもね、その仏法っていうのはたった一つのことです。たった一つのことをいろんな言葉で言ってるんです。で、そういう、それで初めて生じは仏の多い命があるということがある。まあこれまた前置きは長い。そういう前置きしなきゃ今日の話だって読んでみたって分かれへんないな結局は。でまあそれから今日の話を入っていきますと、電車に出てとたちまち免許来に会わんにいか、この道衆尋ね諦むべし、今言う名の道徳は一個なるべきぞ。名っていうのがね、どれほどのものであるか、ね、単に寛大寛元、古来古言寛大寛元の一コマとして現れたんじゃないんだ。医学の道はその代は必ずしも古漢にはあらざるを、これは名教なり。この故郷における故郷でこう来たれば故源氏、漢来たれば漢源氏って言ったり、故郷におけるその来たるというのはないということはね、必ずしも古漢にはあらざるも、これは名教ない。ないって言っても古漢だけに入らないんだってことね。それでさらに古漢と現状すべからずと同種するか。来って言っても何も、今名教来って言った時はもう古漢の来とは違う、桁が違う。そしてだから古漢の一コマとして来たんじゃない。名教来はたとえ名教来なりとも二枚なるべからずなるなり。今たちまち名教が来たるときいかんというね、この名教は古漢と同一次元で来たんじゃない、全く違った次元で名教が現れたんですね。で、名教来は名教来なりとも二枚になるでから、そうすると東京のところに名教は現れた。そうすると故郷と名郷と2枚なのかなって、そうじゃない、2枚じゃん。しかしまたたとえ2枚にあらずというとも、故郷はこれ故郷、名郷はこれ名郷だ。この2枚じゃないけれど故郷は故郷だし名郷は名郷だ、ね、故郷あり名郷ある証券、すなわち説法と芸者と同種、この故郷だから、今私が言ったのはこれ故郷も名郷も座禅だ結局はね。で、故郷はその座禅に故郷と名郷とっていうのがある、それの証券で印で、それのためにこの説法と原社が今これでそういうこういうの応酬があるわけですね。そしてこれを仏道の正僧とするし、だから故郷は正なんだし名郷はそうなんだし、たった一つの生命の実物の裏表だ。この現象の名郷来の童話の質発達なると知るべし、八面霊老なること知るべし、法人には即出なるべし、出足には切符なるべし。これね、
始末に名教を来たるときいかんというね、あの電車が行ったのは小屋館が来たのと同一次元で持ち出したんじゃないか。それでね、全くもう次元の違ったところで持ち出したというところは素晴らしい。それでだから現象の名教来の道は質通発達だ、時代無限だ、八面ゼロ、透明でもって勝利がない。それで法人には側室なるべし、出職には節子なるべし。これまああの式にね、法人側室出職節子一になるを挙げて礼せるなりって書いてあの中が出てるけど、結局そのボツボツ出したんじゃない、サッと出したわけだね。古来古言、寛大寛言の一コマとしてボツボツ出したじゃない。故郷全く違った次元で名教を持ち出した。要するに人に会うには、人に会うっていう時にはすなわち出て出てった時には人に会う、これ一位なんだね。で、ボツボツで、しかあれば名教の名と故郷のこと、どうなりとやせん、いないとやせん。だから名教の名と故郷のこと、同じなのか違ってるのか、あるいは名教にこの道理があるのかないのか、だから故郷に名の道理あるのかないのかっていうことね。まあこれも今その前置きの話したことによって大体わかるでしょ。故郷という言によりて名なるべしと訳することがある。の名ということは故郷との関係において名なんじゃない。もう故郷とは全く別次元で名なんだ。で結局終始は我もまた女であり、何にもまた女である、大天諸祖もまた女での道理、早く連末です。これはね、南岳大英禅師が六祖に参る、そういわく何いずれのところより来た、師いわく津南暗黒師のところより来た、そういわく何者かこれ陰もらい、師おっことなし、こういうことですね。この南岳大英禅師が六祖のところにやってきた。そしてこのところが六祖がね、どこから来たか、そしたら須山安国師のところからやってきました。そしたらこのそういや何者かこれ陰もらい、これまた何者かこれ陰もらいという言葉にこれがからまた重ねてくるんで、慣れておいてもらわないことは、何者か陰もらい、何者が陰もどういうふうにしてやってきたかっていうね、何者がどうしてやってきたか、そうしたところが死おっことなし、これに対して変な挨拶でしょ。こう南岳がですね、六祖のところに来てやってきた、そして何者が どうしてやってきたって、こういうあの挨拶だからね。そうすると俺ちょっと挨拶何を聞かれてるのかさえもわからない、それで置くことなしってわかんない、うん、そしてね、それからここにおいて出自すること8年、まさに電話を称す、すなわち死に告げていなかった。これをそれからあの南岳大英伝記はですね、あの六祖について8年ずっと
について座禅修をしてきた。そして初めて母は何者かこれ言うもらいというのね、言う言葉、ルドロクソが言った言葉が分かった、ね、ああ、あれか。そして今度ロクソのところに出て、以上当初に当初来たりしとお尚暴行にこれ何者か陰もらいと接するを得とく、私がそのあなたのところへやってきた時にそのお尚が何者かこれ陰もらいって言ったけれど言われましたけれど、それが初めて分かりましたってこう言ったわけだね。そしたらそういわ何にそもさんかえし、どういうふうに分かった。そしたら真意は切字一物即不中、一物を切字せんとするにね、すなわち当たらず、これこうだって言おうと思っても当たらない、言葉を超えてるもんだ。これ結局これ実物の話ですよ。結局はね、お前はって言ったって私って言って内山ですって言ったって、これ名前はもう私の実物じゃないもん。それから何を持ち出しても坊主ですって言ったってもうこれもあれ名前でしょ、実物じゃない。で何を持ち出してもお前の実物は何かってこと、何者かこれ言うもらうとね、何と言ってもだから当たらない。切字一物即不中、真意は首相を狩るやいない、かえって首相を狩るやいない。そうするとロクソがね、俺は首相を狩りるのかどうかって言うね。そうしたら真意は首相はなきにあらず、善なすることはえい。首相、修行ってことはないわけだ。しかしながら、どれだけ修行したとっていうね、あれは、そういう善なはない。どういったのね、これはもう、要するに実物はどこまでも修行だ。だけど、それに、ね、あれだけ修行しましたって言った時には、もし、実物の話じゃないんだ。連打することはいいんだ。そしてそうしたらそういわく六層がね、ただこの不善なこれ要することできない、ね、ただこの不善なこれ諸仏の五念するところ、何時また如で、我もまた如で、ないし採点書祖もまたまた如で、そういうことですね。それなんです。要するに終始は我もまた如であり、何時もまた如であり、採点書祖もまた如での通り、早く念末でした。これ大切な根本はね、今あの故郷と名郷の話だけど、その本来は生命の実物なんだから一体だ、本当もう本当は実物一体なんだけれど、その一体でありながら同時にそのあれですね、説法と芸者と別々だ、それから六祖と大英殿にと別々だ、これ仏法っていうの天井も続いてきて生命の実物っていう点ではね続いてる。だけれどまた別々、それを早く念末でした。本当は全く二つでない国の実物でありながら、その国の実物がただべったり一面じゃないもの。それで そこにどうしてもね、一切分離以前のところにいろいろのあや模様があるでしょ。断念しててもね、これあや模様が出てくる。
そして一日に名歴歴だ、名教っていうか名歴歴だ、そのところにまたちゃんと一切を超えた分別を超えてるところがある。そういうね、こういやまあだから実物っていうのはね、平面的なもんじゃないんだ、立体的な深さが それなの。そういう深さに早く連磨すべし。この前も言ったけど、この故郷の魔境はね、魔境、境、境を磨く、鏡を磨く、それがね、この故郷の魔境の一番言われたいところです。要するに、ただ一面の平面的な話じゃない。そこに深さを磨いていくっていうところ。それが大切なもん。だからこれ、例えば、どっちと転んでも、自己気味の自己っていうんでね、大心だ。だけどその大心のところに、その、どっちと転んでも大心なんですよ。これはその大心のところに、自己に深まっていくっていうあれがあるわけね、だから諸悪魔草自然奉行というのもそれだ。そしてそれがいかにその生命を自分の自己の生命を大事にするか、これにも深さがあるの、無限に。そういう無限の深さの話ね。合格不合格ってそんなあざとい話じゃないんだ。で、祖師の道徳に故郷は周りと同種するね。これは後の話にね、